はい、どうも、こんにちは。ニョロッコのシーズン2の、情報が、来ておりますので、そちらをですね、解説させていただきたいと思います。さあ、6月30日から、ニョロッコシーズン2が開始予定ということなんですけど、シーズン2はですね、ゲームバランス調整を行うと書いてあります。まず1つ目がですね、キーパーズが鐘をついている最中に攻撃を受けた際、溜まっていた鐘のゲージが、減衰しないようになります。2、キーパーズが風船の状態から救出された際、体力が満タンの状態で解放されます。3、ビジターの罠、発煙筒の効果持続時間を設置から120秒に変更しましたと書いてあります。まあ、6月30日に、シーズン2が始まるということなんですけど、まあ、今回のですね、まあ、ゲームバランス調整ということなんですが、若干ですね、ビジターが、まあ、弱体化して、キーパーズが少しだけ、まあ、強化されたっていう具合になると思うんですが、正直ですね、ゲーム内容は大して変わらずに、ビジターが圧勝するような内容になるんじゃないのかなと思います。まあ、今までがひどすぎるゲームバランスというだけであって、若干ですね、まあ、改善されたという程度なんですよね。なので、まあ、シーズン2になってもビジターが圧勝する内容になってしまうんじゃないのかなと思います。特にですね、座敷わらしのですね、まあ、爆風攻撃をですね、連続で出せるバグとですね、まあ、この辺をですね、改善してくれないと、まあ、キーパーズはいつまで経っても勝てないと思います。隠れるという要素があるんですけど、建物ですとか草をですね、破壊できてしまうっていうのはもうなしにした方がいいと思いますね。レベルの高い座敷わらしとかになると、まあ、建物だとかの草をどんどん破壊して隠れる場所をまず奪っていくんですよ。後半戦になればなるほど不利になって、ほぼほぼですね、まあ、積みの状態、勝てないっていうゲームバランスになってしまうんですね。またですね、キーパーズの、まあ、自動販売機でアイテムを買ったり使用したりする時のアイテムのクールタイムを、この制限を取っ払ってしまった方がいいと思いますし、せめてですね、アイテムを2つほど持参できるようなゲームバランスにするべきなんじゃないのかなと思います。はい、今日もですね、面白い試合が取れましたので、その試合内容を解説させていただきたいと思います。ビジターは天使ちゃん、2体で、キーパーズがですね、1名足りない状態でゲームがスタートいたしました。もうすでにこの時点でもうキーパーズは人数的にも不利ということなんですが、さあ、マップはですね、夕日団地ですね。この夕日団地はこの中央広場のですね、鐘をつくことがすごく重要で、これをつければ、まあ、人数が少なくても勝てるんじゃないのかなと思って、隙をついて、さあ行きました。さあ鐘を鳴らしているよとメッセージも送りましたね。さあこの状態で、この中央広場の鐘をつけば、もしかしたら勝てるかもしれないということで、さあ鐘をついております。さあまずはこのミニゲームですね。さあ数字の順番で、今鐘を鳴らして1回目を鳴らしました。そして2回目ですね。さあ小さい方から、大きい方から小さい方という形で、さあそして3回目鳴らせばですね、ほぼほぼ鐘は、つき終わるんですけど、さあそしてビチターが撃ってきましたが、さあ何度か、鐘を鳴らすことができました。さあ2番さんがですね、捕まってしまったので、ここのテントの中に隠れてれば非常にですね、分かりやすいこともある、バレづらいので、さあ助けに行こうとしたところをですね、さあ落とし穴、トラップがあったので、さあこうやって埋まってしまうんですけど、しかしですね、時間が経ってもこれ這い上がれないんですよ。さあ2番さんが目の前でいるのにもかかわらず、さあ自分はこのようにですね、ずっとこれ穴の中に埋まったまんまなんですよね。このバグですね、まあ、当初の頃からあるんですけど、一向にこの、生き埋めバグは治らないですね。 もう見ての通りですね、もうダメージも若干食らってるし、まあ、しかしそれ以上にもうこの穴トラップから、落とし穴トラップからですね、這い上がれないんですよね。 さあもう一人のビジターが来て、これなんだって言って、マシンガン、撃ちまくってるんですけど、さあドクロマークにはなるんですけどね、これね、死ねないんですよ。
死ねないということでさ、これクロスファイア、まあ、これマシンガンのこれさあ2射線を食らってるんですけど、さあ1番さんね、目の前で風船になってるんですけど、この状態だと仲間を救出することもできないということで、落とし穴で生き埋めになっている状態なんですけど、さあ、ビジターの、天使ちゃんがですね、マシンガンで思いっきし狙って撃ってくるんですけど、さあこの落とし穴にはまってるとね、死ぬことすらできないっていうね。さあそしてさあ反対方向からも天使ちゃんがやってきて、マシンガンと思ったら左右からですね、両方からマシンガンを撃たれています。何この地獄絵図。本田翼さん見てますか、これ。本田翼さん、これ感想教えてください。これどう思いますか、この地獄絵図。これいじめですよ。さあ左右からマシンガンを撃ち続けられる、さあこの太郎、さあ本田翼さん、これ見てますか、どう思いますか、本田翼さん。さあこんなバグがですね、まあ、当初の頃からこのゲームあります。さあこれビジターの天使ちゃんももういいかみたいな感じで、まあ、撃ってきてるんですけど、もうそろそろこれ死ねないということに気がついて、さあ体力はね間違いなくもうゼロなんですけど、さあこのようにですね、落とし穴トラップのバグにはまってしまうと死ねないし、ずっとこのようにですね生き埋めの状態になってます。さあクロスファイア、天使ちゃんが思いっきし撃ってきてますね。残り1分を切りました。おそらくなんですけど、6番さんはいない扱いになってると思うんですね。プレイヤーが1名いない状態でゲームは開始していますので、さあおそらくはまあ自分しか今いないんですけど、このようにですね落とし穴バグにはまってしまうと死ぬことすらできないということで、まあ、捕まればゲームは終了するんですけど、捕まることもできないということなんですね。さあそしておそらくですけど、まあ、ビジターである天使ちゃん2体はですね、他に誰かまだ生きているんじゃないのかなと思って、建物ですとか草を破壊してますね。そうじゃないんですね。自分を倒して捕まえればそれでゲームは終わるんですけど、さあ残りあと10秒足らずになりました。はい、このようにですね、まあ、ね、このゲームは未だにこんなとんでもないバグが当然のようにあります。まだまだね、致命的なバグっていうのが非常に多いもんですから、まあ、せめてですね、シーズン2が来たらこの辺のですね、凶悪なバグっていうのを改善してほしいなと思います。